スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。はいどうも、モバイルドットコム TV ちえほんと椿です。よろしくお願いします。お願いします。はい、椿さん、今回なんですけれども、今買うべきおすすめ iPhone 人気機種ランキング。 iPhone 編ね。はい、 iPhone 編でございます。久しぶりだね。そうですね、久しぶりですね。新機種がどこに入ってきてるのか、うん、はい、気になるところだと思うのでね、これから iPhone を買われる方、サブ機に iPhone を使いたい方にもおすすめできる動画となっております。ぜひ最後までご覧ください。それではやってみよう。それではまず第5位、 iPhone8。 8入るのね。8ね。まあ最近価格がねかなり下がってきておりまして、 iPhone SE 第2世代の半額ぐらいから手に入るようになってきてるので、はい、まあ、かなりねお手頃に手に入る iPhone として、まあ、需要があるんじゃないかと思います。 4.7 インチの液晶ディスプレイ搭載で、 CPU は A11 バイオニック、メモリ 2GB、 ストレージ 64GB から販売をされております。シングルカメラ搭載で、重さは 148g、 バッテリー容量は 1821mAh、 ステレオスピーカー搭載で、ワイヤレス充電にも対応、 Apple Pay IP67 防水防塵対応となっております。特徴としましては、やっぱりねタッチ ID を搭載しているところ、顔認証は非搭載となっております。参考価格なんですが、 EOS さんの方で今 22,000円ぐらいから販売をされているという形になっております。で、先ほどもお伝えしましたが、まあ、何年までじゃあ使えるんだっていうところで、2023年の9月に、まあ、登場する最新の iOS がアップデート対象かどうかっていうところで変わってくるのかなっていうぐらいなんで、まあ、少なくとも22年まではまあ使えると。まだまだ使えますね。はい、まだ今2020年なんでね。そうだね、はい、これから買っても2年は使えるという1台になっております。でちなみに動作なんですけど、動作もね、まあ、正直十分使える。うん、普通に使えるよね。まあ、普通に使えますね。この間までこれだったし、そうだね、そうだね、うん、全然問題なかったもんね。まあ、ライトユーザーであれば特にね問題はないと思っております。唯一ね欠点としては、バッテリー容量だけで、ね、やっぱり小さい iPhone になるので、そこ、ね、うん、そこだけは注意が必要かなっていうところです。ぜひねチェックしてみてください。続いて第4位、 iPhone12 Pro。 4位。はい、新機種登場でございます。最新ですよ。はい、最新で一番いい iPhone が欲しい、予算も余裕であるっていう人はこれを買ってください。最高級だもんね。もう最高級の1台現時点で買える一番いい iPhone はこれです、うん、ただもちろんね、自分が使う用途によってはここまで必要ないっていう方も結構いると思うんですよ。うん、私とかは確かにプロは選ばないかな。ね、おそらく椿さんがこれを買ったところで、その全ての性能を使い切れないと、うん、だしちょっと価格的にも買いにくいかなとは思う、うん、そういったあの感じで、まあ、今回は第4位にさせてもらいました、うん、じゃあどんなスマホかっていうと、約 6.1 インチの有機 LED ディスプレイ搭載、 CPU に A14 バイオニック、メモリは 6GB、 ストレージ 128GB から選ぶことができます。実はですね、 iPhone シリーズで初めてメモリが 6GB になったスマホでございます。トリプルカメラ搭載で、ライダースキャナー搭載をしております、うん、でこのね iPhone12 Pro のすごいところは、ナイトモードでもポートレート撮影ができる。新しいね、はい、でしかもライダースキャナーがすごい高性能みたいで、例えばうちもよく行くスタバでコーヒーを写真で撮ると、ストロー部分がボケてたんですよね。境目がちょっと、そう、それがね今回この iPhone12 Pro ライダースキャナーを搭載したことで、位置計測がすごくしっかりできるようになったんですよね。なんで境目も正確に見極めることができると。より背景とちゃんとストローとの境目がしっかりしてるってこと。まさにそういうことです。なのでポートレート撮影をしたい方にとってはすごく魅力的な1台となっております。で、重さは 187g、 バッテリー容量は 2815mAh、 IP68 防水防塵&Apple Pay 対応となっております。顔認証のみ採用で、指紋認証非対応、ステレオスピーカー搭載、ワイヤレス充電対応で、カラーは左からシルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルーのこの4色展開となっております。横のところがなんかキラキラしてるよね。そうですね、側面がフラットでステンレススチールを採用しておりまして、うん、まあ、テカテカ鏡面仕上げでめちゃくちゃかっこいい。そうだよね、はい、一台となっております。本当にねデザイン素晴らしい。で、参考価格なんですけれども、 Apple 106,800円から販売をされているという感じになっております、うん、なのでね税込みにするとやっぱり11万円を超えてくると。256とかだともっと上ってことなのね。あ、もちろんもちろん、はい、もっと高くなります、うん、で何年まで使えるかっていうところなんですが、まあ発売ねしたばっかりなんで、まあ当然長く使えるんですけど、大体ね2026年9月ぐらいまでは、はい、いけると、はい、まあ、余裕です ね、 そうだね、まあ、長く使える一台となっております。
続いて第3位 iPhone 11 3位に来るんだね。はい、僕はね iPhone 11でちょうどいいんじゃないかと思っていて、理由はいろいろあるんですけど、価格が実は値下げされています。そこもちょっと触れていきたいと思います。どんなスマホかっていうと 6.1 インチの液晶ディスプレイ搭載、 CPU に A13 バイオニック、デュアルカメラ搭載で広角超広角を搭載しております。今年出た iPhone 12シリーズ、確かに明るく撮れるようになってるんですけど、撮れる写真が大きく変わったかって言われると、まあ、正直ちょっと変わったなぐらいなんですよ。劇的まではいかないってことね。劇的まではいかない。なんでどこまで求めるかっていうところで、広角超広角を備える iPhone 11、結構よく撮れるし、ナイトモードにも対応しております、うん、なのでね、結構使いやすいカメラなんじゃないかと僕は思っていまして、重さは 194g でちょっとね重いのが難点。ここかな、気になるのは、うん、ただバッテリー容量は大容量で 3110mAh、 Apple Pay IP68 防水防塵対応、顔認証のみ採用で指紋認証には非対応となっております。カラーは6色展開となっております。選びやすいカラバリが ね、うん、そうだね、嬉しいよね。参考価格、アップルが 64,800円から購入が可能になっております。 iPhone 12シリーズが出たことによって1万円値下げをされておりまして、1万円でかいね。結構でかい。もうなんかね、印象が違うよね、この辺になってくると。 iPhone 11 の魅力は安く買えて、でしかも去年のモデルなんで性能もかなりいい、欲しいカメラ性能も十分備えてるっていうところで、必要十分っていう感じだよね。本当にその通りです。でしかもバッテリー持ちめちゃくちゃいいんだよね、この iPhone 11、はいはい、って考えると、まあ、毎日使うスマホとしては結構いい一台になってるんじゃないかと、まあ、価格含めね。重ささえ大丈夫だったらすごくおすすめだよね。重さだけね、ちょっと重い、ね、なんか一回手に取って確かめてみてほしいよね、はい、ここはねやっぱり自分で体験してみるのが一番いいと思います。ぜひね、うん、チェックしてみてください。それでは続いて第2位 iPhone 12。 2位、はい、2位なんだ。2位にしました今回、うんうん、まあいろいろ理由はあるんですけど、まあ2位かなと思いました。約 6.1 インチの有機 EL ディスプレイ搭載で、 CPU A14 バイオニック搭載しております。メモリ 4GB、 ストレージ 64GB、 128GB、 256GB から選ぶことができます。デュアルカメラを備えております。これは iPhone 11 と同じ構成ですね。今年の iPhone 12は先ほどお伝えした通り明るく撮れるようになっております。重さは 162g。 ここだよ、ここだね、ここです。はい、iPhone、 私この3位と2位との差は、はい、日常的に本当に持ってられるかどうかっていうところだと思う、はい、まさにその通りです、うん、で iPhone 11 194g、 本当に 32g 違うんですよ。この差はねめちゃくちゃでかいよ。32はでかいね、はい、一応ね僕今 iPhone 12 をメインで使ってるわけなんですけど、保護フィルムとケースつけても 174g とかだったんで、うん、そうだね、11にケースフィルムつけると200超えるもんね。そうなんですよ。なんでね、もう軽くて使いやすいものを選びたいって人はね、もうぜひねこっちを選んでほしいかなっていうところで、うん、で気になるバッテリー持ちなんですけど、バッテリー持ち、はい、正直変わりません。あ、そうなの。僕使ってて全然バッテリー持ちいいので、あんまりねそこは気にせず選んでもらえるといいかなと思います。顔認証のみ採用で、指紋認証には非対応となっております、うん、指紋認証がね搭載されてたら、まあ、まさに完璧な一台だったなというところです ね。ステレオスピーカー搭載でワイヤレス充電にも対応しております。今年スピーカー良くなってるよね。もう格段に良くなっておりますね、はい、なのでスピーカーね目的に買われる方もね一つありなんじゃないかと思います。カラーは左からブラック、ホワイト、レッド、グリーン、ブルーの5色展開となっております、うん、去年よりもねカラーがちょっと落ち着いた感じというか、そうだね、はい、まあ、ポップさはあるものの落ち着いた感じになっております。側面がアルミ調になっておりまして、まあ、なのでこっちの方はマット感がある感じになっております、うん、はい、個人的にはねこっちも結構僕は好きで、あ、そうなんだ、はい、価格なんですけれども、参考価格 85,800円から販売をされております。なんだろう、コスパを求めるなら11の方がちょっと上なのかなって思ったりもするんですけど、うん、やっぱり日常的に使うなら僕は12推しなんですよね。そうだね、はい、まあ、なんでねそのあたり予算もね考慮しつつ選んでみてください。それでは第1位、 iPhone SE 第2世代。これ1位なんだ ね、まあ、ね、やっぱりですね iPhone 12出て思ったのは、うん、コスパは良くはないんですよね、12シリーズのね。そう、やっぱ価格としては結構やっぱり高価格帯のハイエンド機というイメージで、でこの iPhone SE 第2世代のいいところはやっぱり5万円以下で買える高性能 iPhone というところ。今年出た iPhone の中でインパクトあったのはこの子じゃないかと僕は思っております。あ、そうなんだ、はい、今のところね。ただこの後
iPhone12 mini っていうのが出てくるので、そうだね、それが出てどうなるかっていうところは一つあるんですけど、ただあれもコスパ的にはそんなに良くはないと僕は思っていて、って考えると、まあコスパだったら今年キングオブ iPhone はこの子なのかなと思っております。どうなんだろうね。はい、で2020年4月24日発売となっておりまして、 4.7 インチの液晶ディスプレイ搭載、 CPU に H3 バイオニック、メモリ 3GB、 ストレージ 64GB、 128GB、 256GB、 バッテリー容量は 1821mAh、 重さは 148g となっておりまして、うん、バッテリー容量がね、やっぱコンパクトな iPhone なんで小さいのがちょっとね、8と同じかな、そういうことですね、はい、うんうん、なのでそこだけちょっと注意が必要かなと思っております。でシングルカメラ搭載で、 iPhone8 よりもちょっと綺麗な明るい写真が撮れるようになっておりまして、ポートレート撮影もねできるようになっています、うん、でしかもですね、タッチ ID 搭載となっておりまして、ね、やっぱり今の時代に合ってるというか嬉しいポイントかなと思っております。 Apple Pay 対応で、ステレオスピーカー搭載、ワイヤレス充電も対応で、 IP67 等級の防水防塵にも対応しております。最近のね iPhone12 だったりとか IP68 なんで、うん、防水性能はちょっと劣るっていうところは注意が必要です。参考価格、 Apple が 44,800 円から販売をしております、うん、なので5万円以下で手に入ると。買いやすいね。買いやすいね。だいたいね、まあ2025年の9月頃までは間違いなく使えると。5万円以下で5年使えるって考えると、まあ、コストパフォーマンスはすごくいいんじゃないかと。そうだね。でもミニも気になるんだよね。そうですね。それじゃあ今買うべきおすすめ iPhone 人気機種ランキング10月版見てきましたけれども、どうでしたか？個人的には iPhone12 めちゃくちゃ気に入ってて、うん、やっぱね、軽くなったらすごくいいよ。とにかく iPhone にはちょうどいい大画面と使いやすい軽さを求めてたんで、まあ、本当に僕の中ではドンピシャな1台かなと思っております。ただ、まだね、実は新型 iPhone 2機種残されております。2機種？はい。iPhone12 mini、iPhone 12 Pro Max、あ、プロマックスも出るんだね。プロマックスも出ます。はい、はい、で、この2機種が今年の iPhone 12シリーズの本命だと僕思っていて。そうか、じゃあ12 Pro が今のところは確かに最高なんだけど、プロマックスが出たらプロマックスが最高になるんだね。いや、いいとこに気づいていただけました。実はその通りで、あの iPhone 12 Pro Max カメラがね、格段に良くなっている。もうね、中身別物みたいな印象なんですよね。まあ、もちろん使ってないんでまだ何とも言えないんですけど、スペック上はもうかなり違うものになっておりまして、単純に iPhone 12 Pro Max の方がハイスペックと。でもう一つ iPhone 12 mini、 なんと iPhone SE 第二世代より小さいサイズ でしかも軽く、インチは大きいんだよね。そうです、 5.4 インチです。うーん、はい、フルスクリーンの魅力的じゃないですか。いいよね。はい、ってなった時に、まだこのね完成してないんですよ、このランキングが。まあ、これはあくまで今現時点の話で、次のねランキングぜひね皆さん楽しみにしておいてもらえれば。じゃあまた11月版が来るわけですね。はい、もう今すぐ手に入れたいって人はこのランキングを参考にね買ってもらえれば、まあ間違いないと思うんですけど、うん、もうちょっとだけ待てるよっていう人はね、せっかくなんで iPhone 12 mini、 iPhone 12 Pro Max ね、もう間もなく発売をされるので、そこも合わせてね検討してみるのがいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんの感想も聞かせてください。コメントをどしどしお待ちしております。待ちしております。もしこの動画が嬉しければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。